それでは大変お待たせいたしました。これよりお待ちかねの北川大輔コーナーです。それでは日本クラウン北川大輔賞、皆様に挨拶代わりのこの曲は星空のツイストからお願いいたしましょう。させていただきました。昨日の晩から、一昨日の晩から、その前の晩からも夜しか眠れませんでね、睡眠時間はままならず、ドキドキ全然寝れなくて、8時間ぐらいしか寝れなくてですね、十分寝てる感がありますけどね、今日は楽しみに来させていただきました。1曲目が星空のツイスト歌でございまして、今日は関根長馬君と一緒にと思って楽しみにしていたんですが、故障でね、体の故障でちょっとどうしても急遽来れなくなってしまったということだったんで、一緒であればこうやって一緒にね踊ったりできたんですけど、今日は残念ながらちょっと無理だったということなんで、気持ちは一緒に舞台に上がっているという思いでね、まあ、マスターのご子息でもいらっしゃるんですけど、今日はそんな思いでまた舞台の方に上げていただきました。さあ、今日初めて応援される方もいらっしゃるかもしれませんが、デビュー25周年の北川大輔でございます。チャームポイントが3つ、エクボと八重歯とリーゼント、エクボと八重歯とリーゼント、とってもいいやつ、北川大輔です。好きな言葉が一つ、一生青春。好きな女性のタイプはたった一つ、年上の人。口癖があります。誘われたら必ず行く、誘われなくても行く。いつも笑っています。多分寝てる時も笑っています。笑顔が得意な、大好きな北川大輔でございます。今日皆さん楽しくいい思い出を作るべく、笑顔で一日を過ごしていただきたいなと帰り思っております。さあ、次の曲歌わせていただきます。第57回日本レコード大賞作詞賞受賞曲になります。北川大輔の曲です。浜の踊り子、聴いてください。聞こえるから大丈夫。
いい方だと思ってました。ありがとうございます。いただいた方中心に見てございます。あ、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。綺麗な方だと思って、あ、ありがとうございます。ひまりさん、ありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。後で話そう。どうもありがとうございます。さあ、次の曲なんですけど、男と女という歌なんですね。歌の中に出てくる歌詞が意味深です。かりそめの恋という言葉が出てきます。かりそめの恋をしたことがある方いらっしゃいますか？ちょっと意味がわからないから手が上がりにくいんですよね。かりそめの恋という言葉の意味をこの間自力を引きました。自力を引きました。そしたら書いてありました。かりそめの恋は湯気ずりの恋と書いてありました。かりそめの恋は湯気ずりの恋なんですって。湯気ずりの恋もなんとなく心配で自力を引き直しました。そしたら書いてありました。湯気ずりの恋はかりそめの恋と書いてある。元に戻ってきちゃうんですね。って思い、あ、すみません、大輝と真由美のお姉さん、お母さん、あ、お姉さん、ありがとうございます。ありがとうございます。喋ってる途中でやめよう。さあ、それでは歌ってみたいと思います。男と女、聴いてください。スタンドマイク。そういう言葉がたくさんあって、へえって思うことがあって、でも使ってるんですよね、当たり前にね。面白い。あの、あるお蕎麦屋さんがあって、あ、じゃあちょっと待ってる。おい、どうしました、大丈夫ですか？あ、大丈夫です大丈夫ですか？はい、わかります、わかります、わかります。だから、おいとかいとか言うから、はい、どうぞどうぞ、はい。元気のいい方でございます。嬉しいですね。何よりです、お元気なのが一番でございました。あの、この間あるお蕎麦屋さんに勤めてる方から聞いた話なんですけどね、お蕎麦屋さんでお客様に言われたんですって。天かすあるって言われたんで、そのままお店の店長に、すいません、お客様が天かすあるかって言われたんですけどって言ったら、なんて答えたか、うちではかすなんか出してねえよって。じゃあ何て言ったらいいんですか、揚げ玉って言っときなさいって。なるほどね、
言葉ってちょっと同じ意味なんですけど、使い方を変えるとそうやって言い方が変わったりするんですね。確かに天かすって言い方をする場合もあるんですけど、いいお店でいいお客様に出すものとしてはかすって言葉はやっぱりちょっとあんまり嫌だったんでしょう。だから天かすではなくて揚げ玉っていう言葉を使いなさいって教えられたんですって。日本語って面白いです ね。さあ次の歌いきたいと思います。浜のブルースという歌なんですが、はい、ありがとうございます。この歌川中美幸先輩が北川大輔君の歌で私この歌が一番好きって言ってくれた曲なんですよ。まあ幸せ演歌、夫婦演歌、川中美幸さんはそういう音楽が多いので、こういうちょっとブルースだとか夜の雰囲気の歌とかってあんまりこうお持ちじゃないので、こういう悪があるようなちょっと、そういう歌がかっこいいなと思われたんでしょうね、きっとね、うん、そういう意味だと思います。ブルースという言葉を地引きを引きました。そしたら書いてありました。ブルースは魂を叫ぶと書いてありました。ブルースは魂を叫ぶんですね、うん、だから簡単詞とかね、ラリルレロは巻き舌をつける浜のブル、浜のブやってます、せーの、はい、そんな感じですね、ありがとうございます。それでは歌いたいと思います。浜のブルース。有名な先輩のヒット曲は本当に昭和の時代はもう名前がほとんど星野先生という時代があります。中川博之先生が自分の師匠恩師なんですが、作曲家中川博之先生はムード歌謡というジャンルで Love You Tokyo だとか黄昏の銀座、雨の銀座、夜の銀座、ね、三河秀さつり座もそうなんですよ、芦田まとい、育児なし、私祈ってますとかね、これがうちの師匠中川博之先生の作曲の曲で、この先生からデビュー曲前橋ブルースという歌を扱ってあれから25年なんですね。詩がいいんですよね。よく似た人だというだけで、よく似た人だというだけであげたくなるのよ心まで。それでは聴いてください。前橋ブルースです。よく似た人だと言うだけで、あげたくなるのよ心まで。衰退してあげるから折れない
なぜかこの歌ハピネスありがとうございます、今日はですね、この皆様の前でお集まりいただく中、お招きいただきまして本当に嬉しいです。最高に幸せですね。もうどこが好きって人生ね、地球本当に広いです。日本も広いです。いろんな時行くんですけどね、やっぱりハピネスのお客様が一番好き。感謝してます。ありがとうございます。今日ですね、学園に遊びに来てくれた後輩がおりまして、つい先月デビューしたばっかりでトクマジャパンから全国発売デビューいたしました岡本光太君というね、彼がちょっと学園に挨拶に来てくれたんで、ちょっと紹介していいですか。はい、とってもイケメンでね、映画歌手としてデビューしたのが先月なんですけど、その前にアニメのソング、アニソンっていうね、主題歌を歌って、動物妖怪ウォッチというね、テーマ曲を歌ってた子なんですけど、ちょっと岡本光太君、はい、よいしょ、大きな拍手で迎えてください。ありがとうございます。ありがとうございます。デビューして今デビューして1ヶ月ちょっとです。はい、ね、そうです。頑張っております。オリコンのランキングでもね、ベスト10に入ったね。そうなんです。順調にスタートしてね、順調にスタートダッシュを切れたかなんで、これでも NHK の、はい、歌コンのね、アトラクションでも、はい、ね、NHK ホールで歌ってきたばかりで。そうなんですね。こんなでしたね。すごいよね。もうすごい、今日もすごい、今日もすごい。本当ですよ。1500人の会場で、ね、素晴らしいところ、はい、ね、さあ、ちょっと挨拶せっかくだからして、せっかく来たんだから、はい、皆さんに応援してもらおうよ、はい、で、今日自分のステージ終わったら、ちょっと自分もロビーの方で皆さんちょっと一瞬ですけど出迎えさせていただくんで、まあカラオケの途中ではあるんですけどね、よかったら小田君も一緒に並びます。あ、今日 CD も少し持ってきてるからね、はい、よかったら応援してあげてください。じゃあ曲も、曲もとさ、歌だけ、はい、はい、ありがとうございます。あ、すいません、ありがとうございます。お時間いただきまして、すみません。4月5日に、トクマジャパンコミュニケーションズより、あなたに哀愁という作品でデビューいたしました、岡本光太です。その、あなたに哀愁という曲をこちらで歌わせていただきます。よろしくお願いいたします。あなたしか見えない、こうしているのが夢のよう、あの日、あの時、あの場所で芽生えた愛が、ここにある、
すいません、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。まあ、頑張ってね。はい、ありがとうございます。またロビーで、もしよかったら会ってください。ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、北川大輔の代表曲といくつか行きたいと思いますが、話リース、まずは1曲目、アカシアの人。アカシアの花言葉は秘めた恋、2人は不倫の物語。今日いらっしゃるお客様で今不倫をしてる方ほとんどですね。そうですか。悪い人ばっかりだなと思ってましたけど、そうなんですね。でも一言言います、本当に不倫をしている人は絶対人前では手は挙げないんだそうですね。最後の別れを回想するんです。もうこれで終わりにしよう。彼の最後の別れの言葉に彼女は大粒の涙をこぼす。でもふと思ったんです、楽しかった思い出の最後は悲しい涙で終わらず、やっぱり嫌だな、笑顔で別れるべき。彼女はこぼれる涙を彼に見せないようにそっと白い指でごまかして、最後まで笑顔を作って別れを遂げた。切ないですね。出だしがこんな感じ。前髪直したふりをして涙を拭いてた白い指。あー、それでは聴いてください、アカシアの人。
水芭蕉という歌があるんですね。水芭蕉という花を生で見たことある方いらっしゃいますか？はい、聞いただけです。お花屋さんに行って水芭蕉が欲しいですって言ってもまず手に入らない。あれは野生に生息しているイメージですね。綺麗な清水、清い水のほとりにふっと咲いている水芭蕉、お花屋さんで似てる花を探したらカラーなんていう感じかもしれません。背の高いね、ガクという部分が白い大きな、ね、背の高いイメージの花、あれが水芭蕉のイメージですね。水芭蕉はすごくデリケートな花なんです。綺麗な水じゃないと花が咲かず、綺麗な空気じゃないと竹が伸びない。そんなデリケートな水芭蕉を足元に見てふと思ったのは君だったんですから、君がデリケートな女性だったということなんですね。これがアザミの花とかタンポポのように日陰にアスファルトをこじ開けて咲き続けている花があったとしたら、デリケートな君ではなく生命力のある元気な女性を思い出し、まあよく言います、ひまわりの花を見かけたら健康的な女性とかね、バラの花を見かけたら情熱的な女性とか、花言葉とか花に例える君の面影というのは花にそれぞれ託すものがあるのかもしれませんね。白い花、シクラメンだとか口なしだとかコチョウランだとか水芭蕉とか、こういう白い花は語りかけるらしいですよ。あなたの色に染めてなんで、この歌 NHK ののど自慢で歌ってくださったお父様がいらっしゃって、84歳というお父様が上手に大きな声で NHK ののど自慢でこの北川大輔の水芭蕉を歌ってくれたんです。嬉しかったですよ。ただ残念ながらイントロが待ちきれずに歌が始まりました。それが原因か分かりませんが鐘が2つでした。でも北川大輔嬉しかったです。84歳のお父さんが上手に大きな声で北川の水芭蕉を歌ってくれました。ですから鐘は2つでしたけど、北川大輔の耳には鐘が3つに聞こえました。それでは聴いてください、水芭蕉。次の歌なんですけどね、北川大輔、五木ひろしさんに可愛がっていただいてですね、五木さんにいろいろ遊びに連れてってもらったり、ゴルフ連れてってもらったり、ご飯ごちそうになったりとか、優しい方なんですよ。で、今から4年前、デビュー20周年の終わった時ですね、21年目に入った時に五木先輩とお会いしたんですけど、大輔、20年よく頑張ったな、何か欲しいものがあるか、ねぎらいの言葉だったんですよ。お金はイエス、一曲代表曲が欲しいんですよねって話をしたら、じゃあ俺が何かいい曲を書いてプレゼントしてやるよ、作曲五木ひろしさんで、タイトルが幸せの隠れ場所という歌を作ってくれましたね。すごくいい曲をいただいて、で実際たくさんの皆様に応援いただいて、北川大輔の代表曲の一曲になることができて、五木さんにも本当に感謝をしてるんですけどね。でも55年の時に、その4年前55周年だった五木ひろしさんが、55年の先輩が
20年ごときの青2歳に頑張ったななんて冗談かと思ったんですけど、本気だったんです。なぜか苦労されてるからなんでしょうね。今日もたくさんの演歌歌手の皆さんとも一緒になったりしておりますが、演歌歌手はみんな苦労してます、頑張ってます。でも一握りでしょ、日の目を浴びるというチャンスをもらえるのは。そういうことを考えるといろいろ難しいことはたくさんありますが、でも五木さんだって4回も名前を変え、何度も実家に帰ろうと思ってボストンバッグに荷物を詰め込んだらしいです。でも実家で待っているお母さんに必ず売れて帰るからねって約束をしてしまったがために、家に帰るのができなくてバッグを荷物を積んで玄関の目の前で手を離して、もう1回だけ頑張ろうかと、それを3回して4回目の五木ひろしという名前であんなに大きくなられたという、苦労されてるんでしょうねきっとね。さあ、いただいた曲は幸せのかける場所っていうので、せっかく五木さんに曲をいただいたんで、五木さんの匂いがする歌い方をしたいなと思って気がついたらこういう振りがついてました。では聴いてください、幸せのかける場所。Se mete
揃って弾きながら共に笑って生きてゆこうな。下り坂や上り坂、そして今頑張ってる新曲は家族というタイトルなんです。漢字二文字で家族というタイトルです。25周年の北川大輔の大切な一曲を作っていただきました。作曲が加納源大先生、作詞が芦田まといとか育児なしの作詞の先生、高畑淳子先生、うちの師匠中川博之先生の奥様なんですね。自分がデビュー前から、2年前からご縁があって知ってる方なので、27年間北川大輔をずっと見てくれていて、今回曲を作ってくださったというのがいきさつです。まあ、自分がお願いをしたというのがいきさつです。加納源大先生は昔の名前で出ていますとか、自動車昭和とか北へとか、いろんなそういうね、小林明さんはじめ、水前寺京子さんのありがとうの歌とかね、素敵な歌で、石橋翔さんの夜明けの天使だとかね、素敵なヒット曲いっぱい行かれてる先生、その先生の作品で今回家族と素敵な曲をいただきました。誰しも家族が当てはまる思い出がたくさんあろうかと思います。子供の頃を思い出してください。団らんがあって、家族がみんな集まって、親、兄弟、ひょっとしたらおじいちゃんおばあちゃんもいたかもしれませんね。その時代を思い出しながら、今ちょっと平和じゃないこの世の中で、あの時の平和のことをちょっと思い出しながら、一回の素敵な思い出をもう一度温かく感じていただけたら嬉しいかなと思っています。歌の途中で、それだけで、それだけでいいもんだってこう振りが入ります。誰もやってないですね。いきます。それ…あ、じゃあちょっと取れる。 OK。 それだけで、それだけでいいもんだ。そうです。隣の人を叩くように、いいもんだを前の人を叩くようにやっていただけるといいなと思っています。さあ、それでは聴いてください。25周年の記念曲です。家族。Thank you.
ました。はい、ありがとうございます。はい、すいません、ごめんなさい、言い方だと思いました。ああ、すごい、ありがとうございます。大事に使わせていただきます。さあ、今日はですね、9時半から始まってるこの回でございまして、もう最後終わりの頃はもう7時回ってしまうのかなと思うんですが、今日一番最後のゲストがですね、木村雅彦さん、あの池田進とグリーンアイズのボーカルなんですけど、もう自分はすごく可愛がっていただいている方でいらっしゃるんですけど、ちょっと自分最後まで入れないんですよ。なのでちょっと紹介だけしていいですか。木村さん、とても素敵な、とても素敵な兄貴でございまして、お話を聞いたらハピネスのマスターと同級生だと。そうなんですよ。48歳だそうでございました。よく知ってますね。ありがとうございます。幼稚園から一緒。そうですよね。はい、で一緒にママごとした仲。はい、で今日第5回ということでご一緒ができて、ただご一緒はできたんですけど、はい、同じ舞台に今日上がるシチュエーションがなかったもんですから、そうですよね、わがままを言って、僕も今日ね、早めにって言ったんですけど ね、 そうですね、床配達があるんで終わったら、はい、はい、そんなわけで、せっかくなんで1曲だけ歌ってもらっていいですか。はい、わかりました。光栄でございます。大ちゃんの素晴らしい賞の間に、とんでもないです。ありがとうございます。大きな拍手で、木村雅彦さんです。ありがとうございます。はい、聴いてください。10月26日にですね、発売になりました涙を残してという曲を聴いてください。忘れるものか、未練だと
してさよならしようぜ。ありがとうございます。ありがとうございます、大ちゃん。ありがとうございます。現場の大ちゃん、ありがとうございます。じゃあすいません、マスターいらっしゃいます。マスターハピネスのマスター、はい。じゃあすいません、ちょっとマスター、今日一回も並んでないので、マスター、そしてこのコーナーの一緒に歌われました皆さん、ちょっと来ていただいて、マスターを中心に最後ムードメイを一曲を星降る街角に行きたいと思っておりました。ありがとうございます。このコーナーのありがとうございます、本当に我々もね、こうやってことさせていただくのもマスターのおかげでございます。関根さんのおかげです。ありがとうございます。そして皆さんのおかげです。じゃあすいません、音楽入れていただいていいですか。星降る街角、もうマイク大丈夫ですか。ハッピー&ブルーでございます。北川大輔さんによるショーでした。ありがとうございました。